島に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よっ。聞け、腕に覚えのものあらば言いでよ。なだジム2だ。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。叫ぶよ。さあかかれ、話せ、島を守れ、かかれ。に変えても前進せねばなるまいぞ。ご下地を、志村殿。さらに遠兵が来るぞ。もはや我らのみ残された道は一つ。
敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。来たぞ。あれが敵将。覚悟はできています。ここで決着をつけるぞ。未来のいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ、我に下るか。馬屋はすぐそこだよ。こいつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？どうどう。似合ってる。名をつけねばな。空、天をもかけよ。城の中だね。Ah!
されて情けをこう姿をな。さあどうする、堺人。いとも容易く平和が戻ると叔父に見せてやれよ。